こんにちは、お疲れ様です。今回はですね、情報発信でファンを作る方法について、まあ、まひめ大学内海西さんの方がね、動画を送っていただきましたので、私のね、こう、とっておきの秘策を紹介しようかなと思います。使うメディアは Twitter です。まあ、今回はね。あの、それぞれに秘策はあるんですけども、Twitter がね、一番最初は分かりやすいんじゃないかなと思います。で、この方法は Twitter でフォロワーさんが 少なくとも多くても両方とも通用しますんで、まあ言ってみれば、ツイッターのアカウントを持ってる人だったら、誰でも通用する方法ですね。で、まずアカウントをね、ご自身の持ってるじゃないですか。で、どうやってファンを作るかなんですけども、実はね、これね、アクセスの低い、フォロワーのまだあんまりついていない、あんまり人気のないね、ツイートを探していくんですよ。自分のタイムラインの中から、あこの人ツイートをしてるけども、リツイート起きてないなと。それから、あ返信もほとんどないな。 いいねもあんまりついてないなってところを狙ううちにしていくんですよ。で、そこに対して、いや、いいこと言いますねとかね、その通りだと思いますよっていう風なコメントをずーっと送りまくるんですよ。そうすると、めったにコメントがつかない、めったにリツイートされない、めったに人の目に触れて反応がで、ね、いただけないようなツイッターのアカウントの人ってのは嬉しいわけですよ。嬉しいから今度どんな人がフォローしてるのかなってありがたいなっていう風に必ず見に行きます。その時に、あなたのプロフィールがツイッター上でちゃんとできていれば、 もしかしかたらす、ね、すごくいい関係になる可能性はありますですのでプロフィールをそういった自分のね書き込みに行った人の気に入りそうなものに作っていきましょうってことになりますでそしてですねその、まあ、例えばターゲットにした人の,そのアクセスの低いツイートをね取り上げて、まあ、いろんな持論をねその人が気持ち悪くなるようにこう書いていくわけですよそうするとその人はあこの人だったら分かってもらえるかもって感じで向こうからこっちを意識してフォローしてくれます そういったことを繰り返していくうちにね、今度は自分のツイートをしたときに、そういった方々が今度関心を持って、うわっと見に来てくれるわけですよ。で、アクセスが取れるってことになります。で、実際何をやったかっていうとね、ファンのふりをしてファンを作りに行くわけなんですよ。で、私もね、たまにやるんですよ。YouTube を使って。YouTube を使って、 YouTube のチャンネル登録がまだね30とか50の人再生数が3とか5の人のところに行ってその人の YouTube を取り上げた放送をするわけですよねそうするとその人は私のことをフォローしてくれるっていう形になりますしどうやったらアクセスが上がるでしょうかって話をむちゃくちゃよく聞いてくれるようになるんですよ、まあ、ですんでこういうことをする際っていうのは私はね YouTube に関してどうやったらもっともっと YouTube の情報発信が上手になるか YouTube で稼ぐようになるかっていう話題をずっとやりながらアクセスの低いところをこうね持ち上げにいくみたいなことしますねまあ考えてみたら当たり前のことなんですよねうん YouTube を今度例にとるとあのまだチャンネル登録が少ない人って自分よりもチャンネル登録が多い人に対して一定の権威を感じますからねそれはチャンネル登録者数が例えば100人しかいなくてもまだ始めたばかりとかねなかなか伸び悩んでる3人とか5人とか10人の チャンネル登録をお持ちの方のところに行ってあげると喜ばれるってことがありますんで、だいたいね、2桁違う人のところに行ったらいいと思いますよ。まあ、ですんで、2桁違うってことは自力で100とか200のチャンネル登録はやっぱ作っておいた方がいいかなってことです。まあでもね、あのチャンネル登録が10人とかしかいなくても、うん、なんかそれ以下のチャンネル登録を探してそこに行けばね、10人を100人にすることってのは、ね、結構簡単にできるんですけどね。 まあそうやっていくうちにだんだん発信のスキルとかインターネット上で別のアカウントと上手にやり取りするすべてのが少しずつ手に入っていきますんで一挙両得ということでございます。それではお試しあれ。